はい、こんにちは。テレビ改革党豊島区議会議員楠沢亮司でございます。多くの皆様からですね、肺がん手術やってまだ退院して3日目ですんで、ご無理なさらずにという温かいお言葉、いただいております。今の私の生活はですね、うちにいてですね、何せ痰が出るもんですから、よく眠れずに寝たり起きたり、ですね。夜も1時間ぐらいしか寝れないかな。1時間ぐらい寝てゲホゲホ痰吐いてですね、また寝るみたいな、決して無理はしておりませんので、ご安心ください。なんでしょうか、急に息苦しくなってしまいました。それでですね、まだお腹にですね、胸から水抜いてた管のですね、穴を縫った糸もまだ抜いてませんし、背中のですね、横にがっさり切ったですね、右の背中、ホチキスみたいなので止めてたんですけれども、退院するときに抜いてもらいまして全部、代わりにセロテープみたいなのをバチバチバチってつけてもらったんですけど、それ自然に剥がれますからって言われたんですが、それもまだ剥がれてない状態ですし、とてもとても無理できません。あとこんな状態なんで、肺の中を切ったり貼ったり縫ったりしてますんで、今風邪ひいちゃったら大変だな、コロナも大変だよなっていうことで、なるべく出歩かないように引きこもり療養生活、自宅療養ですか、今してますんで、決して無理はしておりませんので、皆様ご心配なくよろしくお願いいたします。昨日ですね、ロシア海軍軍艦5隻、中国軍艦5隻の合同艦隊がですね、津軽海峡を通過いたしました。初の出来事だそうであります。仲良く5隻ずつ出したんでしょうかね。我が国領海への侵入はありませんでした。両政府はパトロールの一環とか言ってるんですけど、一体何のパトロールだっけね。津軽海峡にお前らがパトロールしなくちゃいけないような、なんかあんのかって話なんですけどね。私も驚いたんですけど、津軽海峡はなんと公海だそうであります。で、国際法上ですね、無害航行は OK 許される、らしいんですけど、初の出来事で、普通遠慮しますよね。軍艦通るなんてね、あんな狭いとこね、感じ悪ということであります。ネットの反応です。選挙で忙しいと思ってちょっかい出し始めたな、俺らは仲間アピールだな。これ中国とロシアのことでしょうね。嫌われ者同士仲がいいこと。他国艦隊が同じ航海の台湾海峡を通ると中共がヒステリックになるのはなぜと。中共は中共で、台湾海峡をですね、米国の軍艦とかが通過するとギャオギャオ言うくせに、人んとこにはやるんだな。台湾海峡だって公海でしょうよ。海事も台湾海峡を航行してやれ、音響データを持ってのこのこと。これ後で説明しますけれども、軍艦特有の音響データ、スクリュー音、があるそうであります。ロシア軍いないと思い切れない人民軍と、人民軍がいないと思い切れないロシア軍と、どっちもゴミですね。弱い者が州を頼んで、一緒にやっぺよということで、出ないと単独ではとても実行できないヘタレどもであります。で、仲良く5隻ずつ軍艦出すからさーみたいな、これマラソンの時に、絶対一緒に行こうねなんつって、途中から裏切りですとか出ないんでしょうか。軍艦特有のですね、スクリューンのですね、データ取り放題ですね、音門って言うんですけど、それ潜水艦とですね、魚雷に記憶させてですね、音門、これそこの音のする方に向かっていけて、プログラムできるそうなんで、敵のですね、軍艦、この音は、何々軍の何々って、もう
船の個体名分かっちゃうんだから。じゃあ、魚雷発射すっか、プログラム、ピッピッピ、この音に向かって、突き当たるように。まあ、取り放題なんですけどね。迎撃準備が整うメリットありますけれども、まあ、津軽海峡を10隻で通過されたんですと、腹立たしいですわね。中路ともにですね、なんか打つ手がなくて、今回の暴挙に出た気がするな。なんか他にやることねえ。もう手がねえ。これでもやっかっていうようなことで、恐る恐る、5隻ずつ出して、やっぺよ、なんつってですね、恐る恐る、やったような気がするんですけどね。まあ、思った以上に追い詰められてるかもしれません。特に中国ね。中国国内最大のですね、不動産開発グループがですね、社債を払えず、倒産近いって噂らしいですしね。これここが倒産してもですね、人民元建ての借金が払えないっていうことで、リーマンショックみたいなショックはですね、世界経済における影響はあんまりないということらしいんでですね、まあ人民元、建て借金がデフォルトですから、まあ損すんのは、そこに金貸してる人民っていうことで、まあね、あそこの国はですね、どうしてくれんだーって、紙くずになっちゃったー、株の券がーなんて、つべこべ言って言うやつ、いたもんなら、いなくすることができるんで、まあまあ問題ないのかな。乗組員は生きた心地しなかったでしょうね。なね、北海道と青森からですね、両方から狙われて、下には、なんの、うんともすんとも言わねえけど、多分、日本の潜水艦が、ぎっちり張り付いて、ロックオンしてて、特にロシア軍は生きた心地がしなかったんじゃないでしょうか。無事通過し終わるまでね。なんぼ日本のことを舐めてるっつったって、絶対はないですもんね。絶対撃沈されないっていうことはないですもんね。まあね、人民軍は、乗組員は、今自分がどこに行くかも知らされてねえから、のんきに進んでたんじゃないか、なんて思えるんですけどね。麻生副総理がですね、東京18区で長島昭久候補応援演説したそうであります。打つべき相手、対立候補は菅直人。してみっと東京18区ってどの辺な、小金井市、三鷹あたりでしょうか。こいつ前回ですね、落選して元総理のくせに比例復活して生き恥ぶっかいたんじゃなかったっけ、元総理のくせに。70超えてるはずだけど、いつまで議員やるつもりだろ。もうそろそろね、生き恥さらしてねえで、引退したらどうなのかなって思いますけどね。あちらは立憲共産党でしょ、麻生さんね、言っちゃいましたよ。日米同盟破棄とか自衛隊廃止とか言ってる共産党と協力して政権運営なんかできんのかよ。まあ、立憲のことを言ってるんですけどね、これ。立憲は共産党と組んで、政権運営なんかできねえよ。だって日米同盟とか、自衛隊廃止とか言ってる相手ですよ。この、立憲共産党が。というようなことを麻生副総理がぶちかました。早速ですね、画像を作られちゃいまして、立憲共産党、一見ですね、うわ、気持ち悪って、思いましたけれども、これ右側が C 和夫、私と誕生日同じ、左側が枝野の、半分の顔ですね。まあまあ、これじっと見慣れてくと、見慣れるもんで、あんまし違和感なくなってくるな、なんていうのが私の感想ですけど。ネットの反応です。何も間違っていなーい。容赦ねえな。この名前がすんなり浸透してて。何より、これまあ、ネットではですね、普通に使われてましたから。普通に、ネットでは、やはり定着したか。立憲共産党。共に共産党。共産党組んだって事実は、立憲議員に一生ついて回るぞ。というような書き込みありましたけど、まあそれに対してですね、また党名変えて逃げる気じゃない？逃げられないのに。まあね、ネットタトゥーっていうんですか、まあ追いかけられるからね、なんぼね、私たちは民主党ではありませんのって立憲の議員が言ったってさ、比例に立憲共産党って書いたらどこの票になるんだろう。これ暗文ですかね。ちょっと興味あるんで
書きたい気もするんだけれども、まあ嫌なんですけどね。一番激怒してるのは連合だわな。共産党員と一緒に選挙運動なんか冗談じゃねえ。選挙後の罵り合いが今から楽しみですと。略称は立教党でええのんっていう、立教党ですか、立友教かな、それともな。選挙後罵り合うな、これな。誰それが落選したのは何々のせいとかですね。あとね、あの東京のあの25選挙区あるんですけども、調べましたけれども、立憲も共産も候補出している選挙区結構ありますね。10ぐらいありますね。ここはあの話し合いの調整いかなかったんだね。そうするとね、あのお互いがお互いにですね、共産が引けば俺ら当選できたのにとかですね、立憲が引いてれば俺ら当選できたのにとかですね、恨みつらみが選挙後爆発するのは間違いありません。ありません。今からですね、その罵り合いが楽しみであります。ネットでまあ、 あの当然のように言われてた名前ですよね、あの立憲共産党ってね。副総理自身がネットを巡回してんだが、麻生さんの事務所とか後援会とか秘書さんが、ネットに強いのか分かりませんけれども、立憲共産党以外にもですね、こんな風にネットでは言われてますよ。共に共産党中身共産党、そのうち共産共産党などなど、まあ連合はですね、共産党と組むなんて激おこですけど、今立候補してる立憲の連中ね、あの連合の助けなしで選挙活動やれてんだろうかなんて不思議に思っちゃいますけれども、副総理にですね、公然と立憲共産党呼ばわりっていうのが嫌だったらしく、なんでだ、なんで嫌なんだ、しょうがないじゃん、だって仕方ないじゃん。立憲公式ツイッターが生意気にも反論しておりました。麻生さん、批判するなら政策にしませんか。立憲共産党という政党はありません。共産党さんにも失礼ですねーって言っちゃってですね、ネットの反応です。似てるしええやろ、怒んなくても。共産に失礼なのは怒ってるお前ら、あめちゃくちゃ聞いてて草、言われても仕方ないだろ、痛いとこ疲れたんだね。共産民主党でも別にいいぞ。共産民主党だと共産主義なんだか民主主義なんだかさっぱり分かんないですね、これね。立憲が徐々に消滅してって最後は共産が残るんだぞ。まあ、あの仮にこれ合併したらって話でしょうか。シートの写真を拒否してるお前の党首の方が失礼だろ。枝野ですね、なんかC 家族のこと30分待たしてあげく、そそくさと帰っちゃって、一緒に写真撮ろうと思ってた C 松坊家だったらしいであります、ゆうべ。そう思うなら、組むのやめれば。ツイッタートレンド気にしすぎ。共産と組んでやばい認識はあるんだな。批判するなら政策にしませんか。というですね、反論に対して、ひょっとしてギャグなのか。よう言うわ。お前んだけは言われたくない。ブーメランってレベルじゃない。何でも反対が政策の連中に言われたくない。というような反論。これだけに対して、こういう反論がありました。立憲共産党呼ばわりは、いやーって、まあ、言ってるわけなんで、その立憲はね。よっぽど、こっちの方が共産党に失礼。失礼なんじゃないかと、失礼いたしました。なんじゃないかと、私は思うんですけれども、立憲公式はまあこのレベルだもん、お先真っ暗ですね。まあ立憲共産党って呼ばれるのが嫌なのですね、野党であるとか、国賊党であるとか、国泥棒であるとか、スパイ、どれでも好きなの選べっつーの。もしくは共産党はリアルパワーだ。なんつって、安住言っちゃったらしいですけど、連合なんかよりもね。まあ、覚悟を決めて、共に共産党って、立憲共産党って、名乗っちゃったらいいんじゃねえのかな。もしくは合併、思い切って合併しちゃったらいいんじゃねえのかなって思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。